こんにちは、岡崎です。オッケー先生です。今回は、新潟県の国語、高校入試問題の過去問のあらすじと解説をやっていきたいと思います。今回紹介するのは、2020年度の新潟県の国語の過去問、大問4です。山際十一さんの、ゴリラからの警告、人間社会、ここがおかしいからの出題です。 山際十一さんといえばゴリラの研究で有名な人類学者です。そして中学生の国語の教科書にもこの山際十一さんの文章が載っています。こちらです。作られた物語を超えてです。同じ作者が書いた文章を2つ3つと読み進めていくことによってよりよくその筆者の意見や主張が見えてきますのでこの動画を聞き終わったら こちらの方の動画を使って山際さんの主張を勉強していってください。下の説明欄にリンクを貼っておきます。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。現在は過去問の解説動画も配信していますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。みんなね、毎日時間を使って生きていってるよね。でもね、その人間が使う時間っていうのは 自分のためにその時間を使うのかそれとも他の人のために時間を使うのかそれによって生き方が変わってくるんだね。もちろんね、どちらの生き方をしても時間に追われる生活になる。それは間違いないんだけど、そこから得られる満足感っていうのが全然変わってくるわけなんです。作者は人間の時間の使い道を2つに分けて説明しています。まずは社会的な時間の使い方。 社会的な時間を生きている人間。こちらは他者とつながりながら他人のために自分の時間を使いながら生きている人たちのこと。もう一つの時間の使い方は経済的な時間の使い方です。この経済的な時間の使い方をして生きている人たちは自分のために時間を使って生きているわけです。まずこちらの社会的な時間の使い方をして生きている人たちの例として アフリカの森に住む人々や以前の日本人、そしてゴリラたちの時間の使い方がこちらに当てはまる。こういうふうに作者は主張しています。そしてこちらの経済的な時間の使い方をして生きている人の例としては、現代の日本人が例として挙げられています。そして作者は、現代の日本人っていうのは、 経済的な時間の使い方をして生きていってるけど、もっと社会的な時間の使い方をして生きていくべきだ。こういった意見を持っているんだね。人間っていうのは時間を自分のためだけに使うようにはできていない。他の人のために時間を使うことで、つまり社会的な時間の使い方をしていくことで、幸せを感じたり、安定した社会を作ることができるんだよ。こういうふうに作者は主張しているわけなんです。 では、まず最初に、こちらの社会的な時間の使い方っていうのはどういうものか、それを見ていきましょう。社会的な時間の使い方っていうのは、他者のために時間を使うこと。例えばね、自分のため、周りの人のために食事の準備をすること。それは自分の時間を他の人のために使う、こういうことになるよね。 あるいはね、誰かから贈り物をもらったとき、その贈り物っていうのは、他の人が自分のために時間を使って用意したものだよね。その贈り物をもらったからには、自分も相手に対して何らかのお礼をしなければならない。自分の時間を相手のために使って、何かプレゼント、贈り物を用意して、それをお返ししなければならない。 このようにね、他者とのつながりの中で時間を使っていくこと、これを社会的な時間の使い方、こういうふうに言うわけなんだよね。そしてちなみにゴリラも、この作者の山際十一さんはゴリラの研究者だからね、ゴリラの暮らしを見ていってみると、ゴリラっていうのは他の仲間のために自分の時間を使って生きていってるんですよ。こういうことを発見したわけなんです。 ゴリラっていうのは群れで生きていっている動物だから、その群れの中の他の仲間のために、自分たちの子供のために時間を使って、そうやってお互いに信頼関係を築きながら生きていっている、そういった動物なんだね。つまりね、社会的な時間の使い方っていうのは、自分が持っている時間っていうのを互いに差し出し合うこと。これを難しい言葉で語習性、こういうふうに言うわけなんだけど、 このご修正っていうのを簡単に説明すると、誰かから贈り物をもらったら、そのお返しをするっていうこと。つまりね、その贈り物には相手の時間が含まれているわけだから、自分も相手のために時間を使って、それを相手にお返しするわけだね。こういうふうにね、自分たちが持っている時間っていうのをお互いに相手のために使い合うこと。これがご修正なんだけど、これを繰り返していってるうちにどうなるか。それはね、 互いの存在を認め合うことができるようになる。お互いの存在を認め合うことができるんだよ。それは、たとえ、最初相手に敵意を持ってたとしても。実はね、ゴリラっていうのは人間に対して敵意を持ってるんだね。それはね、長い歴史の中でゴリラが人間に追い出されてきた歴史があるので、ゴリラは人間のことをあんまり良い,い動物だと思ってないわけ。 でもね、それでも山際さんがゴリラと一緒に同じ時間を過ごしていってるうちに山際さんがゴリラのためにいろんな時間を使ってあげてそして最初は人間に敵意を持っていたゴリラが少しずつ山際さんに対して時間を使ってくれるようになるにつれてゴリラの人間に対する敵意っていうのが解消していく消えていくこういった現象があるわけなんだねつまりね、ここから山際さんが発見したことは 信頼っていうのは共に生きた時間、その積み重ねによって気づくものだ。こういうことなんだね。これは人間にも当てはまるよ。みんなのそばにいる自分と長い時間を過ごしてくれた人、その人に対しては信頼感あるよね。でもね、ただ相手がね、お金持ってるとか、何かいいことを言ってるだけの人、そういう人がいたとしてもね、いきなりその人のことを信頼できるわけじゃないよね。 相手がお金持ちだったからっていきなりその人のことを信頼できるようになるわけないし、いいこと言ってるなっていう人、その人のことを全面的に信頼したらちょっとなんか危ない感じするよね。やっぱりね、共に生きた時間、自分が相手のために時間を使ってあげて、相手も自分のために時間を使ってくれる、そういった時間を長いこと繰り返すことによって信頼っていうのは気づかれるんだよね。これはね、幸福っていうのも同じだよ。 人間っていうのは他者とのつながりの中で幸福を感じる動物。自分のためにたくさん時間を使ってくれる仲間とか、自分が相手のためにたくさん時間を使いたいなって、そういうふうに思える仲間、それに囲まれているときに、人間は幸福を感じることができるんだよ。こういうふうに作者の山際さんは言ってます。なぜならば、人間っていうのは自分一人だけで、個人だけで幸せを感じる、そういうふうにはできていないから、 人間っていうのは700万年の人類の歴史の中で共感力っていうのを作っていったんだね。共感力、つまり相手のことを自分のことのように考えるっていう能力なんだけど、人間は群れを作る動物の中でもこの共感力っていうのが飛び抜けて高い動物なんだね。だから一人でいる時も自分のことばっかり考えるんじゃなくて誰かのことを結局は考えてしまっている。 そういった共感力を持っている動物だから、人間が幸福を感じるときは、そういった自分が大切にする仲間と一緒に時間を過ごせているとき、仲間と一緒に共に幸福感を感じるっていう動物なんですよ。こういうふうに作者の山際さんは主張しています。実はね、これ、昔の日本人もそうだったの。昔の日本人が住んでいた家っていうのは、木とか紙とかで作られた家。 ま、あこれはね、ふすまとか敷居とかそういうのだよね。昔の日本人っていうのは、隣の人、近所の人と壁でね、明らかに分離した場所で、個室みたいな空間、閉ざされた空間で暮らしていたわけじゃないんだね。他の人の話し声とか、気配とかを感じることができるような空間で、時間っていうのを常に誰かと分かち合いながら暮らしてきていた。 だからね、そういった昔の日本人は社会的な時間、これをちゃんと持ててたわけなんだね。ところが、現代の日本人はどうだろうか。みんな想像してみて。家の中でね、ドアとか壁とかがないわけ。そうするとね、家の家族とか何をしているかっていうのが結構わかるし。もちろん自分が何をしているかってことも他の家の人にわかる。これは自分の家の人だけじゃないよ。他の近所の家の人との間にも。 ある程度一緒に暮らしていってる。こういう風な感覚を持つことができるような暮らし。みんなそんな暮らしってしてみたいかなそれを聞くとね、いやいや嫌だよ。やっぱり自分の部屋欲しいもん。自分だけの空間欲しいもん。そういう風に思うよね。確かにね、毎日の暮らしの中で誰かの気配を感じながら、人の目を気にしながら生きていくのってちょっと疲れるよね。だからそう考えた現代の日本人は、 特にね、戦後、高度経済成長っていうのを経た日本人は、経済成長をしたことでお金に余裕ができたから、他人に邪魔されない自分だけの時間とか空間とかを持とう、こういうふうに考えたわけなんだね。じゃあね、どうやったらその自分だけの時間を持てるようになるか。誰にも邪魔されることなく、自分のしたいことをいくらでもできるようになるためには、そのためにはお金が必要だよね。 みんなはお金を使って自分だけの個室っていうのを手に入れてそこで他の人に時間を使うことなく自分だけの時間を過ごすことができるっていうわけ自分の好きな音楽を聴いてもいいし漫画を読んでもいいしゲームをやったっていいわけそして美味しいものを食べたり好きなところに旅行に行ったりするでもそういったことをするためにはやっぱりお金がいるようになるじゃあどうやってそのお金を手に入れるか そこで現代人が考えたのは、時間をお金に変えるっていう方法。つまりね、まず自分が持ってる時間の一部を働いてお金に変えるっていうわけなんです。つまりね、時給800円とか1200円とかあるけど、あれっていうのは自分の時間をお金に変えてるんだよね。 そこではね、1時間は800円とか1200円とか、時間はお金に換算できるもの、変えることができるものとして扱われるわけなんです。そうするとね、次に考えることは何できるだけ短い時間でちゃんとしたお金を稼ぎたい。だらだら長い時間かけてお金を稼ぐよりも効率的に働いて、そこでお金を儲ける。つまり、経済的な価値を生む。 そうするとね、残った時間を自分だけの時間として過ごすことができるよね。だからね、現代の日本人たちは、できるだけ効率的に働いて、そこで経済的価値を生んで、残った自分だけの時間に自分が稼いだお金を使う。そうやってね、幸福を得ようとしてきたわけ。でもね、このやり方だと幸福を得ることはできないんだよ。こういうふうに作者は主張してます。 先ほど社会的な時間の使い方で言った通り幸福っていうのは仲間と共に感じることができるものだったよね。自分一人だけで自分だけの時間でそこにいくらお金をつぎ込んだとしても、例えばね、美味しいごちそうを食べようとか、どこかに遊びに行きたいとか、こういう風になった時、現代人が次に考えることっていうのは何だろう それはね、まず自分が自由に使える時間、自分だけの時間ってどれぐらいあるのかなっていうことと、自分が自由に使えるお金っていうのはどれぐらいあるかなっていうこと。その中でね、自分の幸福をできるだけ大きくしようとして、自分だけの時間とかお金の使い方っていうのを考えていくわけ。当然、両方限られたものだから、無駄遣いなんかできないよね。 ということはね、せっかくの自分だけの時間っていうのも、働いている時と同じ、効率化の対象となっていくわけなんです。つまりね、働く時は頑張って、時間を節約して、できるだけ経済的価値を生もう、そういうふうに頑張ってきたけど、働かなくていい時間に対しても、その時間を節約していたのと同じような考え方で、自分だけの時間っていうのを扱っていくようになるわけなんです。 そうするとね、結局は自分だけの時間でも忙しく感じちゃう。そこで満足感を得ることも幸せになることもないわけ。だからね、経済的な時間っていうのをいくら過ごしても幸福にはなれないんですよ。こういうふうに作者は主張しているわけなんです。幸福になれないどころか、経済的な時間を過ごすっていうのは自分だけの時間っていうのをどんどん増やしていくっていうことだから、孤独を感じてしまったり、 他の人のことが信じられなくなってしまって、敵意っていうのを持ってしまうようになる。他の人に共感できなくなってしまうから、他の人のことを信頼できなくなってしまったり、これが社会的に広がっていってしまったら、戦争とか犯罪とかにもつながっていってしまうんだね。なのでね、現代人は、こういうふうに作者は言います。命をつなぐ時間っていうのを取り戻していかないとダメなんだよ。 つまり、経済的な時間を過ごすんではなくて、社会的な時間の中で暮らしていく。他の人と自分の時間を共に合わせて、お互いの時間を交換する、ご修正。こういうのをちゃんと持つようにならないとダメだし、ちゃんと他者と一緒に生きることで、そういった共に生きた時間っていうのを重ねていくことで、信頼関係も築いていかないとダメ。そうするとね、人間っていうのは敵意とか孤独。 そういったものを解消することができるんですよって。共に一緒にいる時間によって、相手への敵意とか、自分の心にある孤独、そういったものを消し去ることができるんですよって。それはね、ゴリラが人間への敵意っていうのを解消したように、そういった社会的な時間を過ごすっていうことを、それを作者は命をつなぐ時間、こういうふうに呼んでるわけなんだけれども、それを現代人っていうのは取り戻していかなければならないんだよ。 それが今回の作者の主張です。どうですか今回の話面白かったですかゴリラからの警告みんな納得できましたかもう一回この話を読んで現代人の時間の使い方について考え直してみてください。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を更新していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。